お前と組むのは久しぶりだな、フゴ。腕はなまってねえだろうな。裏切ったのはそっちだろう。面白い漫画というものはどうすれば描けるか知ってるかね。私、光一くんに会いに行かなきゃならないのに。オープンザゲーム。逃がさないわ。ウムを破壊があった。セーフ、グッ、セーフティーを引いた。グッ、うわっ、グッ、シュッ、シュッ、シュッ、セーフティーロック、シュッ、シュッ、グッ、セーフ、何シュッ、セーフ、おぉ、シュッ、ウムを破壊があった。光一くんは私のものよ。わかったよ。ウムを言わせず先手必勝。シュッ、最後不能を言わせよ。シュッ、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 セーフティーロック、シュッ、ウムを破壊があった。チヤホヤされるために書いてるんじゃない。ええ、苦がっお前面白いな。ええ、どう見とか。まだよ。ウムを破壊があった。何、セーフティーロック、ウムを言わせず先手必勝する。ウムを破壊があった。この露伴を舐めるな。ウムを破壊があった。セーフティーロック、セーフティーロック、シュッ、時速何十キロで自分の体は背後に。ウムを言わせず先手必勝。ウム破壊があった。最後不能にさせてもらうか。まだよ、まだ平気よ。引っかかったわね。ウムを破壊があった。セーフティーロック、ウムを破壊があった。チヤホヤされるために書いてるんじゃない。ええ、ひょっとして疲れてるのか。時速何十キロで自分の体は背後に吹っ飛ぶ。この野郎、どうも。それは爆発するかのように襲い、そして消える時は嵐のように立ち去る。腐って死ぬ。あんた文化に手を出して。ウムを破壊があった。あたしの大切な髪。光一くんは私のものよ。わかったよ。この露伴を舐めるな。時速70キロで自分の体を最後不能にさせてもらうから。必ず最後不能にさせてもらうから。ウムを
されるために書いてるんじゃない。ええ、俺を殴るな。近寄るんじゃない。落ちろ。おお、主君、ウルの波長が。サイクスローにさせてもらう。この露伴を舐めるな。主君、時速70キロで自分の体は背後に振った。なんてことだ、最高だ。君のリアリティを僕のものとさせてもらうぞ。素晴らしい。漫画とは想像や空想で描かれていると思われがちだが、実は違う。自分の見たことや体験したこと、感動したことを書いてこそ面白くなるんだ。あまりのくだらなさにがっかりしたわ。